アメリカ・フロリダ州の刑務所で受刑者同士が争う様子が監視カメラに捉えられていました。この刑務所には、凶悪な罪を犯した受刑者らが収容されています。独房の扉が一斉に開き、2人の受刑者が恨んでいたギャングのリーダーを刃物のようなもので襲います。逃げ場を失ったリーダーは手すりを乗り越えて下の階に飛び降りますが、 足首と背骨を折り入院しましまた。扉が開いた原因などは分かっていませんがリーダーを襲った受刑者2人が監視を取り込み扉を開かせた可能性も出ています。